どうも皆さんこんにちは、吉田まです。はい、今回はドスマッカオにちょっと初見で行ってみようかなと。2回連続でちょっとなるが行ってたんですけど、まあいつも通り初見心としてね初見で行っとかないとなと思って、ドスマッカオなんですが、何で行こうかな。さっき一通りどれで行こうかなと見てたら、まあ、タチのストライカースタイルがいいかなって。使ったことないんでまだ、意外とちょっといいんじゃねえかなと思うんだよな。行きましょうか。あれ使ったことなかったっけ、ナルガで使ったっけ。ちょっと一通り触ったつもりなんですけど、どれを触ったかちょっと完全に忘れちゃったお、新ステージだなこれ。これはうんどん、こっちかちょっと待って、もうベースキャンプで迷うっていう、あ、こっちか。おお、ああこれ、これ新モンスターやつじゃんこれ。意外とちっちゃいんだな。俺もうちょっと、でけえわ、でけえわ。あ、十分でけえわ。ガノトトスサイズあるね、あれ。ガノトトスよりちょい下ぐらいかな。なんだろう、モンスターアンダークロスってなんか画面明るくない、なんか。気のせいかな。なんかやけにその白っぽいっていうのかな。なんかそんな感じがする。この道長いな、もう。モンスターハンタークロスの明るさの話で頑張ろうと思ったけど、ちょっと長くて思ったより進まなかったわ。あー、こいつだ、ドスマッカオ。まあでも、所詮さ、やっぱりドストカゲシリーズじゃん。ドスジャギーとかと同じじゃん、結局。そのポジションでしょ。だからもう、何にも苦戦するあれはないと思うんだよね。と、吉野間は思います。タックルだ、あれもあれだね。ドスジャギーとかと一緒だ。せい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 。オッケー、当たった。こういうちっちゃいモンスターだと当たんないからな、本当に。あれ？これ、ストライカースタイルあれだ。横切りができない。あ、やっぱそうだ。真後ろにしか下がれないね。横の回避切りができないんだ。うわ、やけに動くな。そんなあなたにしびれやな。ちょっと早いかな、まだ使うの。さあさあさあ、せいせい。まあなんか攻撃してる間にいつの間にかかかってくれてたみたいな感じで。何これ、何これ。おおあれは攻撃かな、飛んできたよね。せい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 。連機解放、円月切り、よいしょよいしょ。これね、派生です。このまま続けられるのがいいんだよね。オッケー、いいよ。弱くね、今のところ。脳被弾ですね、非常に弱いぞ。あー、これ仲間呼んでるやつかだよね、多分。うおー、やっぱ攻撃だけど全然食らわねえ。攻撃力低いな。やばい、また来る。オッケー、ナイス。ちょっと距離の感覚がつかめてないな。よいしょ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 。強化の構えかな、読み方わかんないけど、もう一個の太刀の狩り技が溜まってるから使いたいんだけど、こいつの攻撃パターンがわかんないから、ちょっとカウンターなんだよね、このカウンターじゃなくて、この狩り技。来い、攻撃っぽい攻撃。ちょっとわかんない、どれが来た。あ、これ来たんじゃないの、強化の構え。あれ、くっそー。お、来るんじゃないの、強化の構え。来た、オッケー、かっこいいね。ちょうど吹き飛ばしたよ。よいしょ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 。円月解放じゃなくて、なんだっけ、連機解放、円月切りだ。よいしょよいしょ。弱いなこいつ、非常に弱いですね何のあれもないね。所詮やっぱトカゲシリーズですね。え、足ギスってるよ、もう。弱すぎるやろこれ、どんだけ弱いの。4番と8番どっち、8番っぽいな、暗いからね、色が。まあこの長年のやっぱ吉田のモンスターハンター歴のこの勘が当たるか当たらないか。当たる、さすがさすが俺。落とし穴じゃ仕掛けようか。こんにちは、お邪魔します。行って、うおー、最悪や。せい、これで終わってくれるかな、この人。
でも逆に早すぎてつまんないみたいなとこあるけどね。大丈夫かこれ、終わっちゃう、行ってまうか。電気解放円月切りからの派生で続けて鬼神大回転切り。まだ生きてるじゃんこの人、わりかしやるじゃん結構。足切ってる割には、あ、終わっちゃった褒めてる最中だった。え、何分？4分48秒。あ、4分38秒。いやー。うん、まあ、まあ、所詮はやっぱトカゲシリーズだったってことかな。弱すぎるやろ、これ。まあ、いい具合にでもタチのね、仮技見せられたかな。はい、ということで、早すぎたのでちょっと、締めを何も考えてなかったけど、まあ、タチのストライカースタイルは悪くはない感じはしますね。左右切りがないのはあれだけど、意外と左右切りってね、なくてもどうにかなるみたいなとこあるんだよね。武士道だと左右ができる代わりに後ろに下がれないんですけど、まあ、それもそれで嫌なんだよね。まあ、よくなんかその、技が制限されてるなって、よく考えられてるなって、作り込まれてるなってのは感じますね。はい、ということで、ちょっと短かったんですけど、ドスマッカー初見プレイ、超余裕でした。ホロロホルル?もう余裕かもしんないですね。まあ、初見。多分明日か明後日ぐらいにあげるので、よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。